源の宗行は、平安時代前期から中期にかけての貴族、家人。高校天皇の孫で、式部教、是中親王の子。かには、正四位下、右京大部。三十六河川の一人。源の宗行阿尊官平を六年元阿尊生を、賜もの組みされて、親戚降下し、十四位下に直除される。官平九年十四位上。演技五年兵部。 大輔、演技8年右バトと第5朝前半は武漢を、歴任するが、演技12年三河ゴ森を兼ねると、相模守、品野ゴンモ伊勢ゴ森と第5朝後半から須鹿朝初頭にかけて、地方官を歴任する。上平3年右京大部に任ぜられて教官に服し、天行2年生4位下に至る。天行2年11月23日即居。最終官位は、 聖四位加工兄大部。官票記載の宮歌合わせやこれさだ、新農歌歌合わせといった歌合わせに参加。キッツラとの贈答家や伊勢に送った歌などが伝わっており、交流が伺われる。ここ和歌集以下の直線和歌集に十五首日集。歌集に宗行集がある。山和物語に右京大部として登場する。山和物語には宗行が 自分の範位が上がらないことを歌天皇に嘆く話が載せられている。歌天皇がキの国から石のついた海松という階層を建て祭ったことを題として人々が歌を読んだ時、宗行は沖津夫婦ふの裏に立つ波の名残にさえ哀れは沈まぬという歌を読んで自分の思いを伝えようとした。しかし、歌天皇は何のことだろうか この歌の意味がわからないと側近の者にお話になっただけで効果はなかったという三十六人化宣伝による尊辟文脈による源の宗ゆやあに関するカテゴリーありがとうございます。